車のナンバーに地域名を表示するご当地ナンバー。都内では今日から世田谷と杉並のナンバーが導入されたのを記念して、2つの区役所でセレモニーが行われました。今日をもってですね、世田谷ナンバーが、スタートいたしました。もうすでに何台かは、この近辺を走っていると思うと本当にワクワクいたします。世田谷区役所では保坂区長らが参加して記念のセレモニーが行われました。東京都によりますと、先月1日現在の世田谷区の人口は都内で最も多いおよそ90万人です。この数字よりも人口が少ない県もあるという事情などもあり、いわゆるご当地ナンバーの導入が区民の有志たちから求められていました。区では世田谷ナンバーの導入で知名度向上や地域振興などの効果を期待しています。またこれをきっかけに車の事故防止への取り組みも合わせて行っていくことにしています。安全運転セーフティードライブを、この世田谷ナンバー導入を機にですね、徹底をするキャンペーンを区としても、警察や交通安全協会の皆さんと、手を取ってですね、繰り広げていきたいと思います。世田谷ナンバー導入について区が去年4月に行ったアンケートでは、およそ8割の区民や事業者が賛成でした。しかしこの世田谷ナンバーをめぐっては、反対する住民たちが先月世田谷区を相手取り、ナンバーを強制されて苦痛を受けたと提訴しています。